ございます。ちょっと箱じゃないカバンの中身を見せてもらってもいいでしょうか。はい。わかりました。なんじゃろうな、箱の中身はなんじゃろう、箱の中身って言っちゃいけんですね。池田さんのカバンの中身はなんじゃろうなんです。はい。はい。池田さんの箱って言ってしまう。えのうさんが池田さん遅刻って言ってます。じゃあマイク渡します。はい。はい、あ、入ってますか。おはようございます。ちょっと失礼。これマイクこれ入ってるんかな。はい。ではカバンの中身。はい。では行きます。通勤のカバンの中身ということですかね。はい。そしたらなんやろ、まずカバンの紹介からします。これはどこのカバンなのかな。これですね、ブルーラグの、カバンなんでバックパックなんですけども、ずっと前に、買ったモデルかな。だからなんていうモデルかちょっと覚えてないんですけど、はい、のバッグに、三角形のリフレクターを入れて、夜走ってる時もこうピカッと光るようにしてます。こうメッシュになっててですね、なんかこう取り出しやすいっていうやつです。で、暑くなってきたら最近こういう服をですね、服脱いでこうなんかこう丸めて入れるところがないと、この外側のところにこうふっと、まあ、入れたりするっていう感じですね。はい。では中身紹介します。まず何が入ってるかというと、パソコンです。これはApple の Air っていうんですかね、MacBook Air のパソコンが入ってます。とあと GoPro。何かこう撮るものがあった時に撮るやつで、カンティーンの、ボトル、これ中身はですね、この前湧き水を汲みに行ったんですけど、その水を入れてます。であとはこれパソコン用のケーブルなんですけど、ケーブル系が入ってます。iPhone の充電器とか、なんかライトの充電器とか、通勤でライト使うといつの間にか電源切れてたりするんで、その充電器を入れてるという感じです。でこれはちょうど良かった大きさやったんで、三ヶ島の取れるペダルがあるんですけど、そのペダルを収納しておく袋が余ってたんで、これを使ってます。はい。あと何があるかな。あとフェアウェザーのエコバッグです。コンパクトに折りたたんでるんですけど、このバックパックでもどうしても足りないみたいな買い物をした時にこれを使います。広げるとエコバッグになるという防水のやつですね。帰りにビールとかでっかい野菜、大根とかキャベツとか買った時にこれがないと結構パンパンになるんで、これで持って帰るという感じです。でこれ何やろか、これは防水バッグなんですけど、オルトリーブのこれも GoPro のここにこうつけるチェストマウントが中に入っているという感じですね。はい。なんでこれに入れてるかはちょっと覚えてないです。でこれはレザインのキャンディーサックっていう防水小物入れなんですけど、僕普段メガネなんで、まあ、メガネ拭きとか目薬とか、リップクリームメンソレータムとか、あと何やろこれ、コンタクトレンズを予備で3つとか言って入れてます。ちょっと遠くに走りに行く時にこれ持っていくんですけど、サングラスかけていくんです。ちょっと気合を入れる時はですね。でそのサングラスをかけた時にもしこう途中でコンタクトずれたり取れたりしたら嫌なんで、予備を左右3つずつ持ってるっていう感じです。はい。なんだこれ。グローブ片手だけ入ってました。なんか電源コードも別のところから2つありましたこんなとこな。であとこの外のポケットに、あ、今日のおやつのチョコパイを入れてます。で、あ、これやばいっすね。リラックマのマスクケース、これ確か郵便局かなんかでもらったやつかな、どうやったかな。でマスクを、予備のマスクを入れてるって感じですね。あ、これどこで手に入れたやつかちょっと定かではないです。で、修理道具、結構心配性なんで通勤するときはいつも修理道具を持ってます。でもし途中でパンクしたり、チェーンが切れたりしても対応できるように一応全部パンク修理キットとかチューブとか、直せるように入れてるという感じですね。でポジションをサドルの高さを調節したり、ハンドルの角度もうちょっとこう斜めやったりみたいなのを、通勤中にこう試して乗ってたりするんで、こういうアレンキ六角レンチを、常備してます。携帯用のちっちゃい、折りたたみできるやつもあるんですけど、僕回数が結構多いんでこっちの方がいいなと思って、重たいんですけどこっちを使ってます。で、よいしょ、これと、あ、そう、修理道具をちょっと紹介しよう。あれちょっとポンプが壊れてるポンプが壊れてますね。あれこれはクランクブラザーズのポンプで、あれ、あ、ちょっと本当はこのハイプレッシャータイプとたくさん、高圧のモードとたくさん空気入れるモードに変換して空気が入れれるっていう携帯ポンプなんですけど、今見たらなんかこうネジが緩んだのか壊れてました。ちょっと後で修理します。であとチューブレス用の、ノーチューブスのダートですねっていうチューブレスパンク修理キットと、ニットのビニールテープ、あとこれちょっとだいぶ小さいんですけど、チェーンカッターです。これどこやろか、これ学生の頃に買ったトピークのミニ8っていうやつのおそらく一部のパーツです。で、チェーンが切れた時用の、このチェーンリンクですね。こんなやつ。チェーンリンクを入れています。なのでチェーン切れたらこれで1回カットしてこれでつなぎ合わせるっていう感じですね。はい。で、チューブ用のパンク修理キット、レザインのキットと、ミニレンチ、これもトピックのやつですね。ミニレンチ 10mm、8mm のレンチと、でこれどこやろうか、KTC の 10mm、8mm のレンチ、これでフェンダーのネジとかこう調節するという感じです。であと 8mm の六角、このセットの中になかったんで別で買って持ってます。長年使ってるホワイトインダストリーズのクランクがあるんですけど、それが、ネジが緩みやすいという時期がなぜか僕のやつあってですね、オフロードとかこうよく走ってたり泥の中に入ったりしたことがあったんで、その時に 8mm いるなと思ってクランク締めるように買いました。これなんで入れてるんやろうな。これハーゲンダッツのスプーン。これ確かですね、オフロード走りに行った時にタイヤに泥がいっぱいついて、それをこう取ろうと思って入れてた。輪行したりする時に泥がたくさんついてるタイヤを袋に入れるのが嫌だったんで、それを取るためにスプーンを入れてたと思うです。はい、こんなもんかな。あとはもし何時火を使う必要があるっていうことが起こった場合のための、ファイヤースターター、これですね、これを入れてます。アウトドアいつでも呼ばれたら行けるような装備で、あとこれが最後ですけど、ハーモニカ、C ですね。これでこう休んでる時とかちょっとした休憩時間に、練習中です。はい、以上です。はい。グランピーで買えるもの。グランピーで買えるものはこのカンティーンのボトル買います。であと、オルトリーブのこの防水バッグ、こちらもグランピーで販売してます。でフェアウェザーのこのエコバッグ、これも取扱い商品です。販売してます。スイフトインダストリーズの、僕修理道具入れてたもだいぶ汚れてるんですけど、このツールケースですね、これも買います。あと、スタンスのチューブスの、チューブレスのパンク修理キットですとか、クランクブラザーズの、ポンプ、携帯ポンプとか買えます。これはもうだいぶ古いんで、現行品ではないんですけど、あとは、この三角リフレクターですね、これもお買い上げいただけますというとこですかね。これで大丈夫ですか？はいでは、今日は抜き打ちの、通勤の、バッグの中身紹介でした。スタッフの池田園です。また他のスタッフも抜き打ちでやると思いますので、よろしく見てあげてください。ではこれで終わります。ありがとうございました。